ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パプリカミュージックの宮原です。ケティです。モテキです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。本日はプレスクリプションエレクトロニクスのエクスペリエンスです長い長いですね。難しいね、はい、普通のファズとオクターブファズとそのスウェルっていうものがすごい独特で特殊で、これは後で試したら面白いのかなと思いますけど、これは筐体がかっこいいね。あ、これ一つ一つ全部手塗りらしくて、そうなん、全部違うんですよ。もう全然違うやつもあります。そうなん、世界に一つの一つっす。これはさ、うん、こっち側に置くってことだよね。自分がこっち側ってことだよね。あ、そうですね。ここにつまりが来るの怖い。怖い。確かに。踏んじゃって曲がっちゃう。ね、うん、曲がるいそうだよね。なるほど。間違えて。これは初期型なんですけど、今また最近ここ5年ぐらいでなんか新しくまた復刻っていうか出たみたいで、それは LED がやっぱついていて、あ、ついてる。あの DC ジャックもついてる。あ、そうなんだ。感じました。謎だね。じゃあまずファズオンにしてみましょうか、はい。お、シールド間違えたかもしれない。ちょっと逆。逆ですか。すみません。はい。お。はい。おお。でかいです。これ今12時ぐらいです。ちなみにこれは？これ今ファズのみオンになってます。あ、これがファズのみ。トーンが2つある。そうなんですよ。お、このトーンはあれかもしれないです。原因っていうか原因なんだ多分。そういう聞き方なのかな。説明書は言うかな。そうですね。昔のこのシオンとは両方とトーン。へー、あ、そうなの、ね、はい、何かあるんだ、ね、あるかもしれない。なるほど、はい、はい、あ、でもすごい重厚感のあるバズって感じですかね。そう、全開で、こっちなんかブーミーな感じですかね。うん、ですね、うん。クリーンにはなんないですね、手元で。頑張っても、うん。オクターブ入れてみましょうか。うん、はい。おおなら感出た。オクターブが入るとおなら感出た。だいぶブリッとした感じ。ブリッとしますね。こっちだけだとちょっと身が出てる感じ。汚いね。かっこいいね。いいっす。なんか下の方のフレーズとかも聞いてみたい。あんまり下の方だとそんなにオクターブの感じない、ね、感じないんですよね。感じないね。上に行くとすごい。これすごい。すごい。かっこいい。すごいかっこいい。うん。じゃあこのスウェールを押してみますか。スウェール、はい、スウェール、はい、これは
個ずつオン。そうですね。あ、そういうあれなんだ。おお、かっこいい。発射しそう。これヘリの音じゃん。いやでもかっこいい。すごいっすよ。魔王感が。魔王感。壊れモードが。このモードが多分最大の特徴という、これは何を再現？あ、ぶっ壊れた。ぶっ壊れた感じなんですかね。でもこれ、うん、あのほら、うん、俺が持ってるあのファズ、はいはいはい、ファクトリーの。今ありますよ、ね。今そういう。あるある、あれもこういう風になる。そうですよ、ね、うん。それにこれ何に使うんだろうって。もうそれに近い、ね。うん、制御できない感じ。はい、あ、これスエルをこう。ちょっと下げると、うん、こうゲーム的な、うん、あー8ビット的な、あ、違うのか、音量か、これなんだこれ、音量が違うんですね、うん、音量かな、音量か、音量ですね、音量も多分このモードだとすごい あの上下していく。どうすか。ノイズ系の、ね、ノイズ系のサウンドですごいいいんじゃないですかね。一人でこう。いや思ってやりたい感じっすよ、そういう感じ、ちょっと、スウェルだけだと、あ、スウェらないね、スウェらないんですよ、多分これかけてる時じゃないと、マスターブだけはいかないの、まずは基本いないといけない、そういうことだと思う、そうなんですよね、1回つかけてで、かかるんだ、あ、なんかいいね、ぶっ壊れたい時にいいね、いいですね、あ、いいっすね、なるほどね、かっこいい、飛び道具的にも使えそうですね、へえ、なるほど、っていう、いいっすね、はい、でこちらちなみにお値段が5万9000円、はい、おー結構しますね、結構してきますこれは、結構いたしますね、はい、結構でもファズもすごい太いし、うん、音はすごいいいですよね、確かにちょっと毛羽立ち感みたいなのは少しないのかな、なんか割とクリーミーというか、あ、確かに、うん、なんか、うん、すると暴れすぎちゃう、暴れすぎちゃうってそれいいところが中間のちょうどいいところが、なるほどね、そうですね、そうですね、あとはつまみを踏まないように気をつけて、そうですね、怖いですね、そこだけ、はい、なるほど、という、はい、感じです、はい、はい